どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ、折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、クッパを追いかけたいんですけど、クッパさん得意げにどっか行っちゃった。ということで、1階の倉庫に向かいましょう。音楽がなかなかいいのよね。なんか話せる？あ、カメックも知らないんだ。墜落させたことはね。あら、意外と隠しはなしか。情けだね。よし、それじゃあ行こっかね。いやー、それにしてもハサミは強かったね。マジで強かったわ。さて、1階倉庫は？降りて右側のところかな。あ、降りれないね。さらに降りていって、いや、めっちゃ散らかってる状態だね。左もあるのか。あ、倉庫そっちね。そしたらね、ちょっと、はい、まあいっか。右側ちょっと気になったけど、左行きましょう。おう、貴様マリオ、ここが倉庫だ。我が輩のとっておきは、このさらに奥、扉の向こうにあるぞ。そして扉は、そこの柱の仕掛けによって厳重にロックされておる。ところがその仕掛けの解き方は我が輩忘れてしまったのだ。仕掛けた本人を忘れるとこはすごいセキュリティだろ。ガバガバなのかな、まあ、どっちだろうね。ということで、その柱の仕掛けを貴様に解かせてやろう。あーはあ、だよね。基本口から出るんだ。ってことは、そうだね。多分全部経由させる感じじゃないかなと思うんだよね。で、これ回せばくっつくはず。よし。でかしたな、マリオ。さすが、我が輩のライバル。とっておきはこっちだ。ついてこい。まあ、そうなんだけどさ、簡単に解ける謎解きもどうかと思うよ。さあ、とっておきね。わー、すごいって言いたかったけど、ここどこ？とっておきは、まだこれからだぞ。マリオ、せっかくだから貴様の大事な役目をやらせてやろう。こっちだ。イエーイ、コインゲッチュー。切り絵の兵たち。クッパ様にクラウンの掃除が下手くそだって叱られました。そりゃ僕みたいなペーピエの兵法じゃうまく動かせないよね。ね。せっかくピーチ城まで助けに行ったのに、シュンって。まあそうだね、助けに行っただけでいいんだと思うんだけどな。マリオ側につけばいいのに。あ、やっぱこれか。そこの左ボタンがとっておきを使うためのボタンだぞ。マリオ、貴様に押させてやろう。とっておき。あ、もう押せないのか。じゃあ、ほい。
お、マジで？クッパの戦艦じゃん。すげえ。マジでこれ使わせてくれるの？うわははは、どうだ、我が輩のとっておきの手は。これは本当にすごい、すごすぎます、クッパさん。どうだ、マリオ、かっこいいだろ、乗せてもらえてよかったな。そうだね、確かに乗せてもらうっていうか、退治行くときにしか乗らないからね。僕が先に乗るぞ、マリオは僕の後な。あら、カミックさん、お船で、お船でもお掃除。大変ですわね。かあ、これは部屋から取ってきた魔法のほうきですぞ。後ほど伝説のほうきさばきを見せてあげましょう。クックック。マリオさん、僕たちもお供します。びっくりしたー。ボム兵かと思った。ボム兵さんがいっぱい。なんで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 ？あの時ボム兵さん私を助けるためにドカーンと。多分それは違うボム兵じゃない？僕たちみんな同じ姿だし間違いやすいよね。でもあんたのことなんとなく覚えてるような。なんでだろう、なんでだろうね。そうなんだ、なんだか不思議ですわね。でもボム兵さんみたいにまた会えたみたいでとっても嬉しいですわ。ボム兵強いからな。よーし、目指すは火山の上のピーチ城だ。火山か。マリオ、折り紙娘、貴様たちの準備ができたら出発するぞ。さあ、火山か。よし、行きますか。の前に。ピーチ城ね、無事入れるんだろうかね。まあ、それなりにあるから OK かな。よし、行こう。よし、ピーチ城に向けて出発するか。はい。うむ、全員乗り込んだようだな。よし、エンジン始動。いやー、まさかね、クッパ戦艦に乗ることになるとは思いもしなかったな。よし、行くぞ。火山の上のピーチ城に向けて全速前進。こんなに大きなお船が空を飛んでるなんて驚きですわ。私なんて地面からちょっと浮くのが精一杯なのに。ガハハ、すごいだろ、この我が輩のとっておきだからな。このままで行けばピーチ城などあっという間だぞ。大船に乗ったつもりでいろ。クッパ様、前方に敵兵を発見。早速、早いね。紙飛行機か。やはり来たか、折り紙め。よし、迎え撃つぞ。校門開け。あ、やっぱ校門土管なんだね。いや、この紙飛行機どんな感じなんだろうね。あ、すごい、砲台ちゃんとキラーになってる。おお、よーし、やったか、ざまあみろ。まだです、まだ来ます。いや、
めっちゃ来るね、紙飛行機。えい、次から次へと、いまいまし。おい、マリオ、貴様にも手伝わせてやる。こっちだ。何をするの？おー、まさか。撃たせてくれるの？マジで。貴様にこの船の手法を任せる。操縦の素材2種類、ジャイロかスティック、好きな方を選べ。ジャイロ。決めたか？よーし、ぶつけ本番でいくぞ。A で発射なんだ。では、手法の打ち方を教えてやろう。傾けると照準が動く。敵を狙って A で発射。以上だ。撃てー。ボム兵が飛ぶんだ。ほー。なんだろうね。ボム兵飛ばすのちょっと、心なしか、痛むな。硬いのもいるのか。いきき。ほい、もうほぼほぼカメックしか当ててなかったからね。次から次へと。いや、なんでしょうあれ。なんか来たね。すげえ嫌な音がするね。さて、ふい、ハート助けてー。ん？どこ？あ、いたいた。連射力はそれなりって感じだね。いや、ボム兵じゃなければそんな悲しくはないね。助けてくれてありがとう。もうダメかと思ったよ。お、ありがとう。敵が多いぞ。敵が多い。増えてきたね、敵がね。コクッパ頑張ってるな。やるなマリオ。あ、危ない危ない、見てなかった。そう、パーフェクトじゃないんな。いてー。よしよし、危ない危ない。テンポが速くなってきたねー。ほい。あー、ワンテンポか。お、これで終わりか。いや、下から何か。めっちゃでけえの来たなー。さあ、大型飛行船登場だね。さあさあ行きましょう。しっかりやるよって。ちょっとは手伝ってくれても。めっちゃ来るな。ちっちゃいな、ちっちゃいな、マジで。ほぼほぼ連射しっぱなしだね。近い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 。
しれーっとちっちゃいのがたまに飛んでいってるからね。どうした？早かったね、意外とね。いや、まだか。もうちょいもうちょい。よし、いけいけ、ボム兵いけいけいけ。やっちまえ、やっちまえ。お、やりましたか？よくやった。マリオくん、撃ち落として。よし。いや、これ、ちょっとやばくない？やばくない？危なっ。撃ち落とさなかったらダメなんだね。のやら今ので最後だったみたいだな。マリオくんもなかなかやりますな。エース級の活躍でしたぞ。いやー、だいぶ大変だったね。マリオさん、ボンボンドカーンってとってもかっこよかったです。これで奴らも我が輩の船の恐ろしさを思い知っただろう。前方にピーチ城確認、まもなく到着します。おお、見えてきた。左に敵へ確認。おお、また来たー。これはやばい。虫風呂加工ですね。いやはや、えらい目に遭いましたな。戦艦が壊されたぞ。一体どこに落ちたんだ。確かピーチ城まであとちょっとだったような。そりゃ暑そうだね。あら、マリオさん、何をそんなに焦ってるの。ん、そういえばちょっとなんだか暑すぎ。やばいね。火事ですわ。これはちょっと早めに行かないと。いえいえ、どうやら火山に墜落して火口まで落ちたようです。おーい、お前たち、こっちだ、こっち。船は壊れてしまったが、我が輩にいい考えがあるぞ。すぐにここまで上がってこい。ゾウさん、無事だったね。今行くよ。しかし、私のほうきも坊ちゃんのクラモン、どっかに行ってしまったぞ。ここは頑張って歩いていくしかなさそうですな。そうか。3人で行く感じかな。キャー、暑そう。おこちら暑くて一巻の終わりかも。あー、即死系ね。なんだかんだね、即死多いからね。さすがにいけない。さて、ぐるーっと回って、トン、トン、トン。よーし。でもって、コインゲット。あー、こういう感じか。あ、優しいね。やばい。あ、ボム兵も落ちてきた。あ、やべえな、これ。ハリボテがあんなにたくさん。どうしましょう。これは、逃げるしかないね。かか、奴ら通り道が狭くて突っかえてますぞ。よーし、今のうちに、急いでいくぞ。はい、セーブ。よし、行こう。お、ボム兵。ボム兵あれやばいな。いやー、来たねー。しかも何気にファイヤーのやつもいる。あ、やばい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 。おー、後ろ嫌だ、後ろ。いや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 、もうカメックほぼ捕まってたもんね。おー、カメックさん、ここは私は食い止めます。皆さん早くクッパ様のところへ。わかりました、亀木さん。ありがとう。あ、戦艦が落ちちゃったね。いけいけ。おお。おお、ちゃんと爆発でやるっていうギミックがね。めっちゃ頑張ってるね。あ、でも。
踏まれた。やばいやばい、めっちゃ速い。走れ走れ走れ。おーおーおお、そんな急にある？やばい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 、もう追いつかれる追いつかれる。おお、ここは僕に任せろ、早く行け。さすがね、ヒップドロップやね。いやー、ヨッシーランアイランド思い出したな、あれはね。ジュニア！うわー、逆逆逆。急に画面逆。お？まさか？やっぱクッパ強いね。クッパさん、カメックさんとジュニアさんが、ワハエも気がかりだが、今は奴らが後から来ることを信じるのだ。不屈のクッパ軍団はそう簡単にやられないぞ。これ見ろ、壊れた船の手法がまだ使えそうだぞ。ほう、こいつで我々をピーチ城まで一気に飛ばす。どうだ、いい考えだろ。さあ行くぞ、我が輩についてこい。そういう大胆なところは相変わらずだね。おお。突き抜けた。ガハハハ、どうだ、狙い通りピーチ城に着いただろう。うわー、久しぶりだな。クッパさんすごいです。さすが、お顔が怖いだけのことはありますわ。いよいよですわね。兄上の悪さをやめさせて、ピーチ姫さんを助けますわよ。でもピーチ姫折り紙になってたからね。そのあたりどうなんだろう。はい。ということで、ちょっと今回早いんですが、切り替えでここまでにしましょうか。次回、クッパと動く感じかな。ああ、やっぱクッパってなってるもんね、見方ね。ああ、これはこれで。新鮮だね。攻撃もちょっと気になるけど、ちょっとそのあたりは次回楽しみにやっていきたいと思います。それではここまでにご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。